こんにちは。青葉クリニック美容チャンネル、看護師の美咲です。今回はご自宅での毛の剃り方、シェービング方法について解説します。レーザー脱毛の前にご自身で必ずしていただくシェービングですが、この動画はレーザー脱毛をお受けになる方だけでなく、脱毛をお受けになる予定がない方も普段のシェービングに活用していただける内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。それでは早速、実際にシェービングをしながら綺麗に剃るためのポイントを解説していきますね。肌を傷めず簡単に綺麗に毛を剃るためのポイント。ポイント1、カミソリよりも電気シェーバー。電気シェーバーはカミソリと比べると肌への負担が少なく、切り傷を作る心配も少ないです。脱毛前に傷ができてしまうと、その部分にはレーザーを照射できなくなってしまいます。安全性と使いやすさを考えると、電気シェーバーを使用するのがおすすめです。電気シェーバーで剃れない部分はカミソリを使用するのが良いでしょう。青葉クリニックではこちらの電気シェーバーを使っています。家電量販店で購入することができます。美容コーナーで販売されていることが多いです。オンラインショッピングなどで購入することも可能です。ポイント2、電気シェーバーでのシェービングは肌が乾いている時に、汗をかいている時や入浴後、また肌に化粧水やクリームがついている状態では電気シェーバーの刃が毛をしっかりと捉えることができないため、綺麗に剃ることができません。電気シェーバーを使ってシェービングをする際は肌が乾いている状態で行うようにしましょう。ポイント3、太い毛はシェービング前にハサミでカット。V ラインやアイラインや O ラインなどの太くて長い毛は電気シェーバーの刃に絡まってしまうため、綺麗に剃ることができません。太くて長い毛がある部分は電気シェーバーを当てる前にハサミで短くカットしてからシェービングすると綺麗に剃ることができます。電気シェーバーで剃りきれない場合は、先端部分が短いタイプの T 字カミソリを使うと剃りやすいです。 VIO を剃るときは立つタイプの鏡を足の前に置いたり、手鏡を足の下に置いてその上にしゃがむような体勢を取ると剃りやすくなります。産毛までしっかりと見えるように明るい場所で剃ることをおすすめします。ポイント4、範囲が広い箇所は蛍光ペンでブロック分け。お腹や太ももなどの広い範囲をシェービングしているとどこまで剃ったのかがわからなくなってしまうことがあります。同じところを何度もシェービングすると肌の負担になりますし、時間もかかります。シェービングを始める前に蛍光ペンで皮膚に線を描いてブロックを作り、一つのブロックを剃り終わったら次のブロックに移るようにするとどこまで剃ったのかがわかりやすいので、短時間でシェービングすることができます。蛍光ペンを使う際はペン先が尖っている方で体に描くと痛みがあったり、皮膚が弱い方は一時的に耳ずばれになったりしますので、ペンの平面側を使って力をかけずに軽く滑らせるように描くようにしましょう。水性の蛍光ペンはボディーソープを使えば落ちますので、シェービング後にお風呂で落としてください。ただし洋服や下着に蛍光ペンがついてしまうと洗濯をしても落ちにくいので、蛍光ペンをお使いになる場合は大切な洋服や下着の着用はお控えください。
ポイント5、毛の流れに沿ってシェービング。毛の流れに沿ってシェービングすると肌を傷めにくくなります。毛が生えている根元側から下側に向かって毛の流れに沿って電気シェーバーを動かして剃ります。ただし一定の方向に生えていない毛の流れがバラバラのところもありますので、そのようなところは毛の流れを気にしなくても構いません。シェーバーの向きを変えながらしっかりとシェービングしましょう。太い毛はよく見えるので剃りやすいですが、産毛はよく見ないとわかりません。レーザー脱毛前のシェービングは産毛までしっかりと剃っていただかないといけませんので、産毛の剃り残しがないように毛をよく見ながらシェービングしましょう。手や足の指や甲は剃り忘れが多い部分ですので、忘れずにシェービングを行いましょう。ポイント6、上手にシェービングするコツは手を動かす速度と刃の角度。電気シェーバーを使うときに最も大切なのはシェーバーを動かす手の速度と刃の角度です。電気シェーバーは早く小刻みに動かすと皮膚を傷めるだけでなく効率よく毛を剃ることができません。電気シェーバーを上手に使いこなすポイントはこんな風にゆっくり動かすことです。またシェーバーの刃の角度も重要です。刃の向きを倒しすぎず起こしすぎず適度に傾けながらゆっくり剃ると毛の上を一回なぞっただけで綺麗に剃ることができます。このように剃ると何度も皮膚をこすることがないので肌を傷つけることなく短時間で綺麗に毛を剃ることができます。ポイント7、シワを伸ばしながらシェービング。膝や肘など皮膚にたゆみやシワがある部分はそのままの状態で剃っても綺麗に剃ることができません。皮膚のたゆみやシワにシェーバーの刃が引っかかってしまうので剃りにくいです。皮膚がたゆんでいるところやシワがあるところは皮膚をピンと張った状態で剃ると剃りやすく綺麗に剃ることができます。膝は縦膝にしてから剃る。肘や手首は曲げてから剃る。皮膚がたゆんでいるところやシワがあるところは手で引っ張りながら剃りましょう。ポイント8、シェービング後はしっかり保湿。シェービングをした後の肌は一時的に乾燥が強くなることがあります。シェービング後は化粧水や乳液やクリームなどで保湿することをおすすめします。乾燥が強かったり乾燥による肌荒れが起きている場合はレーザー脱毛を行うことができない場合もありますので、シェービング後はしっかり保湿を行いましょう。電気シェーバーのお手入れの仕方。電気シェーバーの刃の部分に毛が詰まると刃の動きが悪くなり綺麗に剃ることができなくなってしまいます。シェービングが終わったら刃の部分を開けて中をきれいにしましょう。こちらの爪の部分を下に下ろすと刃の部分が外れます。次に刃のところに指をかけて上向きに少し力を入れると刃が外れます。付属のブラシやティッシュを使って中に溜まっている毛を取り除きましょう。きれいになったら刃をこの順番で戻して上部にある歯の引っ掛け部分に一番上の歯の突起を入れて歯の真ん中の部分をカチッと音がするまで下側に押します。電気シェーバー本体の突起に歯の部分を斜めに差し込んでこちらの爪をカチッと音がするまで上に上げるとセット完了です。自分で剃れないところはどうしたら良いですか？背中の毛を剃るために柄の長い T 字カミソリなども販売されていますが、
使い方に慣れていないとしっかりと剃れなかったり傷を作ってしまうこともあります。ご自身で剃れない背中などはご家族やご友人にお願いできる場合は剃ってもらうのが良いでしょう。それができない場合は背中上部、下部、うなじ、お尻、オーラインのご自身で剃ることが難しい箇所に限り、それぞれ1部位ずつの別料金でシェービングの時間を確保いたしますので、事前ご予約の際にお申し出ください。青葉クリニックではシェービングの時間も施術時間に含まれているため、剃り残しのシェービング時間が長くかかってしまうと、その分脱毛を行う時間が少なくなってしまうため、ご希望の部位すべての照射ができない可能性が出てきてしまいます。このような事態を避けるためにも、ご自身でシェービングできるところは事前にしっかりとシェービングをしていただくことをお勧めいたします。今回はご自宅でのシェービング方法について解説しました。この動画が皆様の参考になりましたら嬉しいです。青葉クリニック美容チャンネルでは今後も美容に関する情報をたくさんお届けしていきます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。